皆さんこんばんは。HKT48 の北川ヒーローです。本日も私のラジオ番組、アンビシャスヒーローが始まりました。おお、もう4月になりました。今日で4月ですね。1日なので。わあ、あっという間に春が来ましたって感じですね。春だ。早い、本当に。わあ、もうめっちゃ新学期じゃないや、新生活始まるよ、みたいな季節。わあ、いやあ、すごい、早い。早い。学生の方とかだったら、あれですね。学年が一つ上がったりとかで。わ、クラス替えとかの季節ですね。そしたら。うわあ、やだ 私、結構本当にクラス替え、毎年結構緊張っていうか、本当にもう、ガチでちょっとお祈りタイプだったんですけど、ガチでお祈りタイプとはって感じなんですけど、私、結構、友達とかと仲良くなるのに、結構時間を要するタイプなんですよ。なので、本当に毎回クラス替えがもう本当にもう、気合い入れてお祈りするみたいな感じで、もう絶対に仲いい子と同じであれってめっちゃお祈りして、なんかそのクラス替えの前日とかはめっちゃお祈りしてから寝るぐらいやってました。でもそれが効果あったかは知らないんですけど、わかんないですけど、結構ドキドキの季節って感じです。そうですね。あと、今日は1日ということで、なこさんの卒業コンサートがありました。わあ、もう本当に終わりたてほやほやっていう感じですね。まあなんか、なこさんが卒業発表されてから、もうなんか、いよいよこの卒業の日が来たんだなって、めっちゃしみじみとなんか思います。結構、卒業発表されてから、時間が結構あったじゃないですか。でも、なんかあっという間に、ここまで来たって感じですね、今日が。向かったって感じで。うわーってなります。でも今、この収録をしてるときはまだなので、コンサートもまだなので、うわーなんかどんな感じなんだろうってめっちゃ思いますね。あ、そうだ。27日は、なこさんのその劇場での卒業公演も行われて、で、私は前座で出演させていただきました。嬉しいことに。そしてそこも嬉しいんですけど、それだけで嬉しいんですけど、なんとですね、公演曲に加えて、なんか5曲ほど追加で曲をされてたと思うんですけど、で、その曲、追加曲にも、なんと参加をさせていただいて、そう、ありがた、すごくありがたいことに、法定速度と優越感っていう、AKB さんの、曲をやらせていただきました。本当にありがたいんですけれどもって感じで、なんか前座で出させてもらえるだけで、卒業公演って特別な回なので、そこに出させてもらえるだけでありがたいのに、まさかこうやって追加でやる曲にも一緒に出させていただけるのが本当に嬉しかったですし、あとはですね、私個人的になんですけど、なこさんと劇場のステージで、一緒に歌って踊ることを今まで経験したことがなくって。なので、その最初で最後に一緒に劇場のステージで歌って踊ることができたのが、もうすごくそれが一番嬉しかったなって思います。はい。そう。嬉しかったです。でもまだ、そう、わかんないから まだやってないので。どんな感じだったんだろうっていう、あれなんですけど。うわぁ、売れてましたかね？今、でも私、法定速度というやつ感、いつかやってみたいなって 思ってたのもあって、ちょっと楽しい曲なので、イェイイェイイェイよりも、ウォーウォーウォーなので、ちょっとやりたいなって思ってたところもあったので、その曲、をやれたのも嬉しかったし、なんか嬉しいだらけですね。まあ、どんな、できたかな？自分ちゃんと。そうですね。まあ、そうですね。コンサートもだって終わったってことですもんね。わあ、できてたかな？ そうだ。お昼と夜では全くセットリストも違うので、そこも見どころですし、そうですね。あ、お昼では、そうだ。
結構私、そうです。お昼は、ハーバーチューをやらせてもらったんですよ。そう、できてましたかな？ どうかな？そうなんですよ。ほんと難しくて、結構、リハーサルの時とかもちょっと苦戦してて、で、結構、このラジオでもリハーサルのお話とか何回かしたと思うんですけど、で、その時に、先輩方にたくさん教えてもらったみたいなお話をしたと思うんですけど、それはもうこのことです。ハーバーチューの話です。本当に。もう本当に本当に、難しくて、私がいつかこの曲を披露する時が来るとは、ちょっと思ってなかったんですよ。リットチャームの方がやられる曲って思ってたので まさかやると思ってなくて、想定外すぎて、それもちょっとびっくりしたんですけど、で、ちょっとできるかなっていうぐらい。なんか、ハーバーチューを披露するメンバーで、振りを合わせたときに、なんか、葵さんの隣で踊ってたんですよ、私。したらなんか私、葵さんとなんか踊りの形が全然違うって思って、なんか私と葵さん同じ踊りしてるはずなんですけど、何かが違うみたいなのに陥りまして、私なんかこれちょっと苦手なのかもとか思い始めて、ちょっと不安になってきちゃって、で、そうやって結構不安だったんですけど、そうやって先輩方が、そうですね、リットチャームの方ですね、花さんとか、マリアさんとか、そうですね、葵さんもですし、たくさんそう、本家の方に 教えていただいて、もう細かく、もう本当にもう細かいところまで教えていただいて、そのおかげで多分、きっとできてるはずです。はい。いえ、きっと。でも、いえ、多分、バッチリです。はい。もうバッチリ、オッケー。もう言っときますね。じゃないと、もう、できないとやばいですね、これは。でも、この間も、合わせを、そのメンバーで一緒にやることができたので、で、その時に、ちょっと自分的にも、前よりもなんか踊れるようになってるかも、みたいな、ちょっと手応え感じちゃって、ってのがあったので、結構、今は、ちょっと自信はあります。いや、まだバッチリではないんですけど、ちょっとまだ。でも、本番はバッチリです。バッチリでした。わ かんないけど。はい、バッチリでした。はい。って感じでしたね。コンサート。わー、卒業。わーとか言っちゃって。ですね。でも、一緒にこうやって活動できたことも嬉しいですし、もう最高の一日にできるように頑張りたいと思います。まだ、これから、ちょっと日数、1日まで。日数がまだあるので、ここでがっちり決めれるように頑張っていきたいと思います。じゃあ、それでは今日も、タイトルコールに行きたいと思います。はい。行きます。北川ヒーローのアンビシャスヒーロー。改めまして、皆さんこんばんは。HKT48 の北川ヒーローです。本日も私のラジオ番組、アンビシャスヒーローが始まりました。イエーイ。では、ここでは皆さんにいただいたお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネーム、あきあきさんからいただきました。ありがとうございます。ヒーロちゃん、黒木さん、こんばんは。卒業公演が行われるたびに少ししんみりしてしまう今日この頃ですが、いやー、先日の放送での最上です。黒木さん採用してください。さんからの究極の選択。怖かったですよね。春ですからね。仕方ないのですかね。わら。問題の究極の選択ですか。ですが、最上七花とタケノコの里か、最上七花とキノコの山かは、普通にタケノコの里かキノコの山か、となんだ変わらないのですよ。おそらくやりたかったのは、例えば最上七花おすすめのたけのこの里か、伊沢美優おすすめのきのこの山かとかで、私とざわちゃんどっちを選ぶの的な選択を迫り、あたふたしててんやわんやな
可愛いヒーローちゃんをめでるというこのコーナーの裏の楽しみ方をしたかったのでしょう。かっこ私でなくリスナーさんみんなね楽しみなはず。ねねちゃんが少し前にねねラジで言っていましたが、ななかちゃんアホな子説もあるので一度お呼びしてお話を聞いてみてはいかがでしょうか。私も OG の某 N みかんちゃんとお友達という時点でおやおやもしやと思っておりましたので、ぜひご検討をお願いします。よろしくどうぞと来ていますあ、そうですね、あのそう、春だから仕方ないんですかこれは春のせいだったんですかねそう、あのさっきあの黒木さんに教えていただいたんですけど、あの質問をさっき私理解して、七日と一緒にタケノコの里を食べるか、七日と一緒にキノコの山を食べたいかっていう質問だったそうなんですよなんか黒木さんと七日がそのラジオのお話をしてたらしいんですけど、そこで七日に黒木さんはなんでわからないんですかって言われたらしいですわからないですよね、あれわからなかったんですよ私たちは。本当にそう、七日と一緒にどっちが食べたいですかっていう話だったそうなんですよ。え、でもなんかやりたかったなあのザワチカ七日かをなんか今究極の選択出されてますよねこれ私びっくりびっくり、え、どっちですかこれ。待ってください、これあれですよ、今普通歌を紹介するコーナーなんですよ一応でも、あ、究極、これ、あ、言っちゃえばやば、軽びっくりえ、もう、え、二人と食べますよ私は。そうですよ、そうなんですよ、同期だし、そう、結構一緒にいる二人ですしね。はい、まあ選べませんよ。そう、てか選ぶあれじゃないんですよまずあの企画は。そうなんですよ、そうそう。でねねラジで言ってましたが、野中ちゃんアホな子説もあるのでって書いてあるんですけど、あの私が教えますね、じゃあ野中のこと、アホですそう、アホな、本当に面白くって、あの結構野中は6期生の、あの一番お姉ちゃんなので、あの結構何ですかね、しっかり者のイメージとかもあると思うんですよ。でも本当にしっかりしているんですけど、でもそのしっかりのイメージが強くて、多分ななかちゃんはしっかりしたお姉ちゃんっていう印象が強いと思うんですけど、実は、まあ、しっかりもしているんですけど、実はですね、それよりもちょっとおかしなというか、ちょっとアホな部分も結構あったりしまして、そうですよね、そうなんですよ。だからそのアホな部分をちょっと知っていただきたいって感じです。なんでしょう、どういう、何がそう思わせるんですかねアホ、なんかアホやなみたいなあるじゃないですか、なんかちょいちょいあるから、何なんだろう。でも結構おバカなところもありますもんね。呼びましょう一回。でもあれですよね、七日が黒木さんにいつ出させてくれるんですかっていうのを直接黒木さんに言ってたみたいなんですよ。でそれを黒木さんはまあ、いつかねっていう風に曖昧にして流したそうなんですけどはい、でもこんなにたくさん名前が登場ね、ちょっと名前使わせてもらいすぎなのでそうですね、いつかお呼びしちゃいますか。あ、気が向いたらまたなんか漠然とねやられてますけどそうですねえ、まずかこの OG の某 N みかんちゃんって、あの名前出しちゃいけないとかあるんですかこれ。あ、ないですよねあ、 N みかんさん、はい、そうですね、お友達って言ってましたもんね。初めて知った時びっくりしました、え、すごいと思って。なんかやっぱりなんか福岡県内だとなんかつながりがあるんですね結構。なんか私もなんかお友達のお母さんのなんとかのみたいな感じで、結構遠目でメンバーの方とつながってるみたいな方が結構ちらほらいらっしゃる気がして、
あ、福岡県ってつながっているって思いました。 やっぱつながってるんだなみたいな思いましたね。身近、意外と身近なあれなのかなとかも思ったりしますし、そう、つながりがいろんなところでありますね。はい。 じゃあいつか七巻を、まあ気が向いたら、気が向いたら、ね、じゃあそんなアホなところをちょっとお出しできるようにね、お伝えできたらいいなとも思いますしね。はい。じゃあ気が向いたらお呼びしましょう。はい。じゃあ、はい。次のお便りを読みたいと思います。ラジオネーム、てつてつさんからいただきました。ありがとうございます。北川さん、黒木さん、いつも楽しく聞いています。前回の究極の選択で、もがみさんの投稿が紹介されていましたね。コーナーの説明で使われている、キノコの山とタケノコの里を堂々と使ってくるポンコツぶりに衝撃を受けました。私は、もがみさんのことをオーディションの時からずっと、自分のことだけでなく、年下メンバーの面倒を見ている、優しい頼りがいのある綺麗なお姉さんと思っていたので、投稿が不採用になっているのを、せっかくメンバーが投稿しているのに採用しないのは、黒木さん冷たいなと思っておりましたが、納得しました。北川さんは、初対面の頃の最上さんと現在とで何か違うと思ったところありますか？おお。 そうですね。あ、そうだ、こういうところだ、アホなところ。 そうなんですよ。あの企画をね、毎回あのコーナーをやる前に、そのコーナーの説明をするんですけど、その例文っていうか、例文で、キノコの山、は、おわ、タケノコの里、は、みたいなのを使ってるんですけど、そうですね。そこを堂々と使ってくるところがポンコツだ。そこだ、そういうところだ。そう、本当面白くて、この子。だから、知ってほしいんですよ。たくさん、おもろいところを。いっぱいあるから。そう、アホだな。おもろい、本当に、ななかって。そうですね。ななか。ね、面白いですよね、本当に。本当、バレちゃう。ね、本当に。オーディションの時から、そうだ。せっかくのメンバーの投稿なのに採用しない黒木さん、冷たいなって思われてたらしいです。 でも納得してくれたみたいなんで、最終的に。よかったですね。 誤解解きましたね。 よかったよかった。 そうか、ナナカの初対面の時と違うところか。でも、このお便りにも書いてあるように、私もその最初は、年上のすごくお姉さんみたいな、ちょっと遠い存在のお姉さんっていうイメージがあったんですよ。でも、なんか、意外と、こうやって仲良くなって話してみたら、あれ？みたいな。結構、なんか、同い年くらいっけ？とか思ったりしますね。同級生とかだったっけなみたいな。 思うくらい、でも本当に、そんなフラットな、ラフな感じで って感じなんで、なんだろう。そう、最初は、お姉さん、もう、お姉さんっていう感じだったけど、今はなんかおかしなお友達みたいな イメージ的に、簡単にイメージするとしたらそういう感じな気がします。結構なんか違うというか、違う、初めて見た時と印象、まあ、なんだろう。そう、でも本当に そんな、おかしな、ちょっとね、おバカさんな子っていうのを分かってなかったので、ちょっと意外でした。こんな、ちょっとアホな子っていうのを知った時に、あ、こんな子だったんだって、ちょっとなんか安心しました。でも、なんか、すべてがなんか、もう本当に、もう完璧で、頭も良くて、何でもできますよ、みたいなイメージだったんですよ。だからちょっと、でもそこで、なんか、あ、よかった。よかったではないけど、なんだろう。ちょっと安心っていうか、親近感？ちょっと湧きましたね。どこで親近感湧いとるんって感じなんですけど。でも、まあ、初対面の印象と、まあ、七日もだけど、みんな結構違うから、そうですね。意外と初対面の第一印象ってだけで、人を見てはいけないってあるじゃないですか。
いや、本当に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 そうだよなって思います。結構みんな思ってた性格と違って、本当に面白い子多すぎて、あ、こんな子たちだったんだって思ったし、そのオーディションの期間とかは、あまり私人と周りの子たちとあまりおしゃべりできなかったんですよ。なんか、そうやって勝手にイメージで、なんか喋りかけられなくて、みたいなところがあったから、だから過去に戻れるなら、本当におもろい子だから早く喋りかけなよって言いたいぐらい な感じで、みんな本当に面白いから。そうですね。第一印象とみんな結構違いますね。の中も違うけど。そう。でも、面白いからいい。本当に面白いから。はい。そんな感じです。じゃあ、そうですね。はい。靴おたを読みました。お便り送ってくださってありがとうございました。はい。じゃあ、それでは本日もラジオよろしくお願いします。HKT48 トットオトチャンネルをキーステーションに配信中、北川ヒーローのアンビシャスヒーロー。48の時田智香です。ハッシュタグもかの音ファーストトーク、ゆるっとまったりおしゃべりしてます。あなたの耳の恋人になれるかも。毎週月曜日22時に HKT48 とっとうとチャンネルで配信中。私をタグ付けしてください。 HKT48 の市村愛理です。市村愛理の市村ラジオ、マイペースにしゃべってます。ここでしか聞けないことも話しちゃってるかも。毎週火曜日22時に HKT48 とっとうとチャンネルで配信中。みんな集合。北川ヒーローのアンビシャスヒーロー。それではここからはこちらのコーナーに行きましょう。究極の選択、北川ヒーローを変えるのは君次第だ。キノコの山派おはタケノコの里派、罰ゲームでやるとしたらスカイダイビングおはバンジージャンプ、行ってみたいのはどっち、ハリーポッターの世界おは千と千尋の神隠しの世界など、いわゆる究極の選択をリスナーさんから募集いたします。毎回私が出したテーマに沿った究極の選択をリスナーさんから募集しまして、私が究極の選択をしていくコーナーになっております。では、はぁ、あ、来ましたね、今回も。じゃあ、わあ、紹介。はい。そうですね。テーマは、今回のテーマも食べ物ということで、皆さんから募集したので。じゃあ、早速。はい。そうですよ。食べ物をどっち選ぶかっていう、あれなのでね。はい。じゃあ、紹介していきたいと思います。はい。お願いします。一つ目。いきます。ラジオネームじゅんさんからいただきました。ヒーロちゃんに究極の選択です。ななかちゃんのおごりで食べるなら A もつ鍋、 B 水炊き、どちらがいいでしょうか。ヒーロちゃんよろしくお願いします。おお、すごい普通の、ありがとうございますなんかびっくりしました。なんかそうですね、選択、あ、そっか、え、まずさ、あ、いいんだ、あ、まあいいや、考えよう先に先ちょっと先に考えますね。あ、うん、はい、決めました。じゃあいきますね。ななかにおごりで食べさせてもらえるなら A のもつ鍋でいきたいと思います。え、ちょっと待ってください。え、そのまずこの最初の設定から、え、優しいってなりません？これ。あ、まず、あ、おごってもらえるんだってとこからびっくりしました。多分それのいいんだっていうあれです。そうです。びっくり。え、いいんだってなりました。え、これは普通に気分ですよ。全然。何も意味もあまりなく、今、もつ鍋食べたいなっていう気持ちで、もつ鍋を選びました。え、おごってもらえるんだ。やったー。
え、やったな、なんか、ありがとう。え、なんか普通の、え、嬉しい。ありがとうございます。究極の選択ですね。そう、趣旨に、え、びっくりするぐらい趣旨に合ってますよ、これ。素晴らしい。こういうのですよ、本当に。じゃあ、次の紹介しますか？お願いします。ラジオネーム、通りすがりの配達人さん、ありがとうございます。ヒーローちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。今回はご飯物ということで、鶏料理対決にしてみました。栗山里奈一押しの唐揚げ定食か、地頭エネネ一押しのチキン南蛮定食。さあ、どっちを選びますか？出た。わ、今、びっくりしました。すいません。あ、油断してました。びっくり。あ、そうですね。なんでああ、そうですね。あ、もうびっくり。あ、もう、ダメだ。もう、そういう解釈してしまってます。私が、勝手に。あ、もう、いけない、いけない。はい。じゃあ、選びますね。鶏料理か。あ、好きです。なんか、ちょっと、前までは、そんなに、めっちゃ好んで、鶏の料理を食べるってことあんまなかったんですけど、なんか最近になって鶏がめっちゃ好きっていう気持ちがでかくなって、最近結構食べますね、鶏の料理を。はい。だから、どっちだろう。はい、どっち選びます？食べ物ですよね。もう言っちゃってますよ、言っちゃってます。栗山か地頭絵って言ってますよ。いや、びっくり。はい、決めました。じゃあ私が鶏料理で食べたいのは誰ですじゃないです。私が食べたいのはチキン南蛮定食です。おー、そうですよ。え、これはですね、理由がありましてですね、唐揚げももちろん好きなんですけど、唐揚げのちょっと、何ですかね、レベルアップバージョンみたいなのが、チキン南蛮みたいな感じじゃないですか。え、なんか、ちょっと進化したみたいな感じ。上に乗ってるじゃないですか。違うんですけど、ちょっとなんて言うんですか、なんか、味甘いのついてるし、みたいな。上にタルタル乗ってるし、みたいな感じで。ちょっとなんかそっちのが、唐揚げ食べたい気分でも、チキン南蛮食べることで、ほぼ唐揚げぐらいかな、みたいな。だから両方楽しめるかなって思って、チキン南蛮にしました。あと、私結構本当にチキン南蛮が大好きで、唐揚げも大好きなんですけど、なんかチキン南蛮めっちゃ好きなんですよ。で、それこそ、お弁当を公演の時とかに準備していただいてる時に、チキン南蛮がある時がある、んですよ。その時に、結構いつも選びますね。選んじゃいます。はい。それぐらい好きなんですよ。はい。なので、チキン南蛮でした。え？栗山さんじゃない。だって、じゃないんですよ。違います。これ、そっか。え、これは、あ、一押しか。あー。そうか。でも、もう違います。普通に食べ物なんで。はい。はい。そうですよ。はい。じゃあ次。違う栗山残念じゃないんです。違います。地頭絵じゃなくて。違うんです。そう。全然。はい。やばい、それやばいですよ。しょうがないって。やばいですよ。ゆっくり、本当に。私はチキン南蛮が食べたいって言っただけなのに。はい。はい、そうなんですよ。はい、大丈夫ですよ。はい。じゃあ次に行きましょう。はい。ラジオネーム、いとこんさんからいただきました。ありがとうございます。ヒーローちゃん、黒木さん、こんばんは。毎回究極の選択で、あわあわしているところが可愛いなと楽しく聞いています。
これまで北海道は美味しいものが多いから北海道かっこなっぴさん選びがちかなと思っています。ですので南の方だとどうでしょうか。宮崎の辛麺、沖縄のソーキそばだとどっちを選びますか。おお、え、ちょっと途中でなんか北海道かっこなっぴさんみたいなあったんですけど、まあ、たまたま北海道が続いたってことですよ。これはかっこはいらないかも。なんでもよかったかもです。はい。どっちだろう。はい、南の方。そうですね。宮崎と、あ、本当だ。びっくり。あ、そう、あ、そういうこと？うわ、どういうこ、え、いや、え、ちょっと、え、悪質ですか？これ。そんなに？そんなことないですよね。はい。選びますね。言っちゃった。自動映画川広かって言っちゃった。黒木さん、言ってる。ほら、まさかのここ名前載ってなかったけど、あ、やっぱそういう解釈をする方がいらっしゃるんだって今思いましたよ、私は。どうだろう。はい、決まりました。はい。早いねとか言われてください。はい。じゃあ私は、その南の方の食べ物だったら、辛麺で行きたいと思います。今、びっくりしました。私衝撃的なこと言われましたよ、今。黒木さんに、地頭絵強いねって言われました。違うんです。違う、聞いてください。私、沖縄に、行ったことがあるんですよ、旅行で。その時にソーキそばは食べたことがあるんです。だからもう人生で経験しているお味なので。で、辛麺は逆にないので、今までで。え、そうです。てかそうなんですけど、私なんなら辛いものちょっと苦手なので。で、今結構悩んだんですよ。だから辛いの苦手だから、まあ、ソーキそばかなって思ったけど、でもソーキそば食べたことあるしなと思って。でもやっぱ地頭絵さんだしっていうあれで決めたわけじゃなくて、違くて。あ、本当だ。まあ2回連続選んでますもんね、私今。いや、そうなんですよ。辛いもの。そうです。これ、引っ掛けられましたね。だって、この剣いりましたか？これ。剣名？そっか。そうですよね。剣の食べ物ですもんね。なんか誰も出身ではない、地はないかな。とか。ちょっと今考えてます。あるけって。へぇ。でも全部食べたいです。私、好きなんですもん、食べ物。ご飯食べること好きだから。はい。どっちでもいいんですよ、食べ物だったらもう。どっちでも OK。はい。決まりました。はい。はぁってなっちゃいます、これ。はい。はい。いや、違います。雲上と地頭絵で競ってもらってではなく、違うんですよ。もうコーナーが変わっとる。もう、最初から違いますわね、これ。ちゃんとできたことありますっけ、これ。最初の質問だけですよね。もうびっくりぐらい。毎回ちゃんとしてるんですか、これ。本当、そうなんか。じゃあ、いっか。いいのかなって思いますね。はい。もう、もうとか言ってますやん、私。疲れるんですよ、これ。もうってなります、これ。はい。疲れちゃいました。今回もたくさん。はい。違う。地頭絵さんでじゃなくて。違うんですけど。まあ、美味しい食べ物はこの世にたくさんあるのでね、何でも食べて挑戦していきたいなって思ってます。
じゃあ、うわ、そっか、次回のテーマ。はい、食べ物にしましたもんね。お菓子行って、食べ物に来て、で、旅行もしましたもんね、前。わぁ、何がありますかね、あとは。確かに、どういう分野が考えやすいんでしょうか。なんだろう。これテーマも考えるの難しいですね。究極の選択、テーマ難しい。あ、フリーありですね。自由に、は、自由にしてもらいましょうかな。そしたら。あ、でも自由、ちょっと怖いですね。どういう分野も来ますもんね。あ、でも、まあ、一旦自由にしてみますか。じゃあ、はい。はい。皆さん、じゃあ自由で、この究極の選択を送っていただければなって思います。はい。じゃあ、次のテーマは自由っていうことで、ぜひ、たくさんお便りお待ちしております。はい。じゃあ、究極の選択。はい、大変でした。はい、ありがとうございました。以上、究極の選択、北川ヒーローを変えるのは君次第だでした。HKT48 の馬場彩香です。サガーズのお部屋、普段の私の会話をぜひ聞きに来てください。皆さんのお便りも読みますよ。毎週水曜日22時に HKT48.org チャンネルで配信中。みんな待っとうよ。HKT48 の石橋ゆぶきです。竹本くるみです。ゆぶくるの休み時間、今日の密着はゆぶきです。毎週木曜日22時に HKT48.org チャンネルで配信中。胃袋の休み時間を聞いて明日からも頑張りましょう。HKT48 の自動エネルです。自動エネルのねえねえ聞いてよラジオエボリューション、おしゃべりしてますよ。あなたのお便りも読んじゃいます。毎週金曜日22時に HKT48.org チャンネルで配信中。みんなのお便り待ってます。ヒーローのアンビシャスヒーロー。さて、早いものでお別れの時間がやってきました。早いですね。はい、今日は究極の選択でした。はい、はい、疲れるんですよこれ。なんか逆にになんかやってほしいです、誰かにって思うぐらい。あ、考えすぎなの。でも考えすぎにさせてるのは黒木さんをはじめとしたリスナーの皆さん。いや、本当にそうなんですよ。で、さっきも、ちょっとリスナーの方に聞いていただきたいんですけど、この、一旦休憩っていうか、途切れた時にですね、全然この収録をしてない時に、じゃあ、栗山と川平だったらどっち選ぶんって言われました。どういうことですよね、本当に。もうなんか究極の選択というか、もうただの名指しでどっちが好きですかみたいな質問されて、もうあたふたっていうか、もうびっくりしました、私は。唐突すぎて。はい。答えはリスナーさんの想像です。もうお二方大好きですよ、私。はい、いつも優しくしてくださるので、はい。大好き。はい。もうほんと大変、自由にしちゃったから怖いですね。わあ、どんなのが来るんだろう。楽しみに、じゃあ、ちょっとお待ちしておりますので、ぜひ、たくさんお便りをいただけたらなって思います。はい。SNS でつぶやく際は、ハッシュタグ、アンビシャスヒーローでつぶやいてもらえたら嬉しいです。はい。じゃあ、今日も、たくさん聞いてくださってありがとうございました。じゃあ、それでは、また来週の土曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。